あの頃に戻りたい彼氏。なあ、最近足りなくね。何が？危機感。俺と付き合ってて当たり前思ってるしょ。どういうこと？俺と今付き合えてることが当たり前になってるんじゃないのってこと。日々のお礼の対応が適当になってるんじゃないのってこと。何が不満なの？もっと危機感持った方がいいってこと。あ、はい、と言われてもよくわかんない。出会った時の敬語に戻そっか。俺年上だし。何それ、敬語にして欲しかったの？敬語にして、あともうおごらないから割り勘ね。俺の気分次第だけどね。付き合う前に戻りたいの、別れたいの。そうじゃないって、危機感持って俺と付き合おうよって話。危機感、危機感って何？危機感持って付き合って意味わかんないんだけど。俺と付き合ってるのが当たり前になってると女磨きも怠るだろ。そういう悪い慣れってのをなくしたいんだ。慣れって悪いことじゃなくない？心開いてるってことじゃん。その慣れのせいで女磨きを怠るのは良くない。私が何も努力してないと思ってる？俺と付き合う前よりはしてないと思ってる。だからこそ初心に戻ろうよ。まずは敬語から。言っとくけど、付き合う前よりしてるからね。そう思われてなかったのは残念ですが、敬語にしたら初心に戻るって違えくない？考え方が全然理解できない。そっか、少しは付き合った頃に戻れるでしょ。何求めてるのかずっとわからないんだけどね。タメ口で話してるのが気に入らないの？俺はただ最初の頃みたいに戻りたいだけ。それは敬語に戻せば変わることなの。今より距離空くと思うけど、離れることがいいってことよくわかんない。少し離れた方がいいと思う。そうすればお互いの良さ必要さが改めて実感できると思うし。うん、やっぱりよくわかんないけど、離れたいなら離れるでいいよ。多分そのまま戻らなそうだけど、私の性格的に。そうなの。そしたらそこまでの愛じゃないか。なんかよくわかんないけど離れよっか。それならしばらく完全に連絡取らない、会わないでいい。違う違う、離れるって物理的な意味じゃなくて心の距離の問題だから。意味わかんない、そんなの中途半端で気持ち悪い。どっちかにして、今まで通りか離れるか。今まで通りがいいです。めんどくさ。